皆さんこんにちは、声優の坂巻学です。こんにちは、声優の畑沢子です。はい、ブームアップゲームズプレゼンツ、今日から学ぶウォーブレ講座第1シーズン第5回です。はい、ウォーブブレインズリブート、略してウォーブレは、タカラトミーとホビージャパンの協力タッグが送る超本格デジタルカードゲームです。はい、スマホに合わせた簡単なルールに、トレーディングカードゲームならではの奥深い戦略性、耳で楽しむコンセプトに、最高のカードをイラスト、声、音楽で表現しており、手に合わせ握る対戦を盛り上げてくれます。はい、よくできました。あー、よかった、だいぶ慣れてきましたね。そうだね、5回目にしてだいぶ慣れてきたところ、申し訳ありません。約3ヶ月にまたがってお送りしてきた今日から学ぶウォーブレ講座なんですけれども、はい、この第5回が5回は第1シーズンの最終回となります。ちょ待ってください、最終回なんですか？そうですよ。もしかして、うん、見てる人が少なかったから、いや打ち切り的なあれですか？いやいや、そんなことはないです。第1シーズンとか言って、そんなことは第2シーズンがいつまでも来ないやつですか？そんなことはないと信じたい。実際のところね、はい、あのシーズンごとにコンセプトを持って配信するっていう感じだったので、今回の、うん、まあ、大型アップデートとかに合わせて、うん、そう新しく始めた皆さんと一緒に成長しようということでしたからね。そうだからまたね、あのコンセプトが変わった第2シーズン来ることを祈りましょう。祈りましょう。決してね、あの我々があのギャラ上げの交渉をしてそれに失敗したわけではないですよ。そうですそう次から全然違う人たちがやってるじゃないですからね、と思いますからね。第3弾拡張パック、ソードオブネメシスの配信から、はい、まあ、ウォーブレを始めたというニューカマーにですね、はい、このゲームの魅力をより深く知っていただこうと心がけてきたわけなので、第2シーズンの前に面白いことできないかなっていうね、まあ、僕も含めスタッフさんと話していろいろ考えていきたいところですね。例えばどんな感じですか？ウォーブレ自体、あの、はい、公式さんの方で生放送をね、されてるじゃないですか。されています、ね、ウォーブレ最果て営業所で、そちら の MC のお二人、駒形ゆりさんと高橋真也さんもですね、我々と同じボイスアクター声優ということで、はいはい、対戦企画とかね。ああ、よく言う、あの道場破りってやつですね。そう道場看板取りに行くやつですね。バイオレンス、ねじ伏せる。もう血気盛んだよね。本当にあの始まった時から、第1シーズンからもうさあちゃんの血気盛んぶりがね、だいぶ出てるよこの番組。いや、このウォーブレは私のね、うん、秘めたる闘志をなんか燃え上がらせてくれるんですよね。うん、まあいいことです。はい。はい。でもやっぱり続いてほしいですよね。あのそういったね、番組の垣根を越えて一緒に、ウォーブレをね盛り上げていけたら最高なんじゃないですか。はい、確かに、うんうん。ちょっと待った。うん？ん？なんだ。どうも、沢木さん。ああ、お疲れ様です。バグラジの撮影じゃないですからね。お疲れ様です。お疲れ様です。ゲームの、はい、あ、そうです。知ってます。バグラジなんかでガチャ回すときに出てきたり。そう、ね、あのほぼ各週ブームアップゲームズラジオ、通称バグラジにいつもいる人なんですけど。ガチャおじさん。先ほど交流試合のお話をされてましたね。してましたね、はい、うん、ちょっと気が早くないですか？どういうことですか？そんなことないですよね、うん、私たちも頑張ってきましたからね。もう5回もね、うん、やってきたもんね、番組で。余裕ですよ、うん、そこまで言うなら、はい、その実力試させてもらってよかですか？どういう試す、こういうキャラ付けなんだ、ね、うん、もうね、もう完全台本をね、もう丁寧に読んでます。ハキハキと読んでます。大きな声、はい、簡単に言いますと、うん、バトルです。ガチンコファイトクラブです。懐かしい、懐かしい。全部ネタがいちいち古い。お二人にはブームアップゲームズ編集部のほう大部で担当ライターと戦っていただきたいと思います。だって強い人たちですよね。ウォーブレの攻略記事とか書いてらっしゃるからですか？そうです。畑さんにはハンデがございます。あ、よかった。あ、ハンデがあるんだ。ハンデを差し上げます、はい、ルールの方を説明させていただきます、はい、バトルは3回勝負です、うん、各チーム両名は必ず1回以上対戦しなくちゃいけない、うん、つまり、あ、なるほど3回勝負のうち、うんうんうん、坂巻さんが、うん、まあ3回でいっちゃうと、これはダメです。ダメ、うん、なるほど、はい、でハンディキャップなんですけれども、はい、畑さんのバトルでは、はい、対戦相手となるライターチームはデフォルトのデッキのみ使用します。あ、なるほどね、まあ、カスタマイズされてない、うん、もう初期の初期ですよね、うん、スターター的な、だいたい予想さ
されるのが、うん、坂巻さんが、うん、もう手取り足取り、うん、もう全部教えちゃう。その通り。ダメです。なんでです。一心同体です。一緒に5回頑張ってきたんですから。ミニ通りみたいになるのでやめてください。実際操作も判断も俺がするっていうね、はい、はい、そこをしてダメです。さすがにハンディキャップもう一つ差し上げたいということで、はい、アドバイスの権利を5回まで差し上げます。あ、なるほど、はい、例えばですね、うん、このカードどういう風に使おうかなちょっと迷った時に坂巻さんに助言を求めることは5回まで可能です。なるほど。また逆に坂巻さんが勝負どころと思ったら、うんうん、畑さんにアドバイスをしたいと主張することも可能です。なるほど、なるほど。ただし5回5回までね。要は全3回戦ってことは先に2勝した方の勝ちということですね、はい、まあまあまあ、だって我々2人でね、あのウォーブレー最果て営業所に乗り込んで、もしくは来てもらって倒そうとしてるわけだから、ブームアップゲームズさんの攻略担当ライターごときに勝てないようでは。勝っちゃおう。やるぞー。おー、ちなみにですね、うん、お二人が敗北した場合なんですけども、うん、素敵なエキシビジョンイベントがあります。エキシビジョンイベント何すか、そのイベントって。お二人が負けた場合は素敵な素敵なサイコロトップを用意してあります。選択肢は6つ。とてもとても他では聞けないような素敵なトークばっかりです。期待してます。あ、なるほどなるほど。もうお決まりのやつだ。でもまあ勝てばやらなくて済むんですもんね。でも逆になってどうなんですか、我々勝ったらご褒美とかあるんですか。なんか欲しいです、ね、お二人がもし勝利した場合にはですね、うん、素敵なご飯をやったー。本当に、はい、ご用意いたします。おー、はい、いいやつね。楽しみだな、はい、うん、じゃあ第一試合開始となります。よし、ゴー。よし、あーということで先行は、うん、私からいきたいと思います。そうだね、第一試合はさわちゃんがバトルをします。はい、ここで私が勝っておけばそう、だいぶ楽になる。楽ですもんね、うん、勝つよ。どうなんでしょう、相手の方。シャワーコ VS ギース。ギース、なんか強そうな名前だな。でもビギナーですから。ギース、あ、先行。ただ単にランクを上げてないだけかもしれないしね。おやおや、OK、なんかバリガン照られてきましたね。おお、ちょっと慣れてる感じはあるけど、相手が手札をマリガンしてるとかね。交換しましたね。うん、さあ何が来るかな。なるほど、これはあれかな、いいでしょ。そうだね、まあそうするしかないよね。そうです、ここちょっとちょっとか、あー怖い。どうなん、でもデフォルトですね。相手はシェドウですね。で、サワちゃん側は倒し。さあ2ターン目の動き、ここで何か出しておきたいところだが、いや、これ実況実況、これ実況ですよ。これかな、無言になっちゃうから。ふんふんふん、これ右と左って、うん、まあよく 見た方がいい、ね、増やすか別に増やさずに出すか。まあそうだね、うん、よく見よう、よく見よう、うん、畑さん、ヒントが欲しいときは坂巻さんに。どうしたらいいですか。はい、はい、これね、あなたのメモリーを一つ破壊するって書いてあるでしょ、はい、これ使っちゃうとこの初期の段階からメモリー減っちゃって動きづらくなっちゃうから。そうそう、そっち。危ない。アドバイス1回しました、まあ、まあまあ5回あるから、あと4回あるから、残ってるから大丈夫。さあくい、さあどうだ。くって何でしたっけ。これはヒントじゃないんですよね。これはよろしいです。クイックっていうのは、場に出してすぐ攻撃ができる。ああなるほど、うん、っていう能力です。じゃあこれを出し、そうかな、うん、いやいや、あの、いや気にしないで気にしないで、僕はリアクションを取ってるだけなんで。もうどうぞ、大丈夫ですよ、なんでも、うん、もう怖い、もうどうしよう、こっちの方がいいかな。はい、うん、で、ターンエンド。うん、なるほど。お、ふぅ、ふぅ、危ない。いや、まあ、まあ、それはね、まあ、それでもいいんだけど。あ、偶然気づいちゃったな。偶然気づいた。今のはちょっとギリな感じがするけど。ちょっと、でも使いどころって悩んだんですよね。あ、そうだよね、うん、出てきたら。把握はしてたけどね。そうなんです、うん、
まあ、テキストをよく読むことは大事ですね。そうですね、うん、今これででも実際お互い処理はして、あでもしちゃうと1が与えられ、もう1ないのか。じゃここはもう処理しちゃってもいいんですよね、多分ロストメイト。どう思う？もうどう思うかな。じゃあ大きいの出そう、大きいの出そう。やだやだ。おお、なるほど、いいんじゃない。出して、うん、でこれを出したら強くなるから、うん、こっちを強くして、うん、俺に任せな。まあ、ちょっとあれですけど、デス攻撃をする。お、順調に削れてるね。なるほど、うん、なるほど、うん、あ、ってことはこれを出して、うん、でこれがドラゴンだから、うん、これを出すと、うん、行くぞ発動。ドラゴンじゃないね、それ。じゃないんかい。ないね、よく見てごらん、機械って書いてあるね。知らねえよ。いや、書いてあるから、書いてあるから。なんなんだ。ちゃんとよく見てね。もうまあ、だからといってね、次のターンからちゃんと攻撃できますからね。もう全部出しちゃおう。いや、やめとこ。あ、お、なんか困ってる、困ってる感情が出てきたぞ、はい、お願いします。あ、あとね、あ、向こうが、そうそう、今そう、困ってるマークが出てきた、リアクションが、相手プレイヤー、ほらーた、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、うん、てれー。実際ね、最大コストで破壊されたユニット、はい、このウルゴバシュだったので、ウルゴバシュが、復活したんだけれども、ソウルバーストの要はソウルがね、3しか溜まってなかったから、うん、体力が1の状態で復活しました。なるほど。だから11のユニットが弱い、まあ、まあまあまあいいでしょう、まあ、打点としてね、もう、うん、まあ、数で戦っていく、ね、ってことですね、うん、この場合って、うん、どうなんですか？本当ですか？本体叩いた方がいいのか？本当ですか？まああと3回残ってるしね、ヒントでいいんじゃないですか？お願いします。これね、何が勝ちに直結するか、もう相手のライフを減らすことなんです。なんでいちいちこういう大きいねステータスのユニットを相手にせずに、もうじゃあもう行っちゃった方がいいの？そうですね、相手に攻撃を仕掛けていきましょう。まあ多分、次のターン、開始のターンでこっちは倒されないと思います。大丈夫かな。あれ、時間切れ、時間切れ。え、今押しましたよ、私。時間切れ2回 ?2 回やった？トップしも、映像をですね、よーく見ていただくと分かるんですけれども、はい、うん、畑さんですね、うん、本当にギリギリのところで、時間切れをですね、さっきしてました。ってことは今、時間切れ2回目？ってことは、テクニカルノックアウト？テクニカルノックアウトです。なんだそりゃ。ほらた、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、うん、てれー、なんだこりゃ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 。もうこれ勝ちだったじゃん。まあいいでしょ。どう考えても勝ちだったんですけれども、うん、自ら敗北を選んだという結果でした。完全におっしゃって、分かんないんですよね、いつなのかな、赤くなってっていう感じなので、結局赤くなって19、8、7、6、5ってこうカウントも出るからね。あ、で、押したつもりだったんですよ、2位くらいで。設定も今オーバーしてました、どう考えても。いや、これね、ウォーブレープレイ中の皆さん、こういったことね、実際こうやって起きますので、ぜひね、タイムカウント気をつけてください。気をつけてください。2回、タイムオーバーになると負けますからね。ちょっと若干説明になってるとね、時間かかる。俺の正解。そうですよ、あそこでこうなって、こういうの状況じゃなくても、喧嘩しないでください。もういいです、本体叩けって言ってくれればよかったんですよ、あそこで。いや、俺は視聴者のことも考えて、はい、そういうこと。次いきますよ、次どうします。もう俺がやるよ、これは負けられない。勝ってください。バトルスタート。3枚
大事な2戦目もしここで坂巻さんが負けると、はい、本日の収録かなり短縮されます。あ、早く帰れる。逆にね、罰ゲームあるからさらに伸びますよ。そっかそっか、罰ゲーム絶対時間かかるもん。あ、なるほどね。あ、どうで相性的にも国のどうなんだろうな、ラピス、うーん、スタンダードの、あ、なんか女の子ばっかり、そこもみんな可愛いよね。みんな可愛いですけど、あ、意外な感じですね。んー、あー、ちょっとこれは、んー、ちょっと重いな。あのカードはあれじゃないですか。ははーんー、ちょっと動けないな。確かに、まあ、今回新しくカードバッグ入った中でピックアップされてるですよね、あのお相手願います。出してくる。あ、しかもブースト引いてんだ。いや、動けない、動けねえぞ。坂巻さん、やめてくださいよ、何もできないまま終わるって。しかもブースト引いてきてる。ジェスト、まあ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 、ブーストっていうのは、まあ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 、あ、次いきますか。まだ大丈夫、まだ大丈夫。無言になってきてるんですけど、こっからですよね。そうそうそう、ラッキーがガーディアン持って守ってくれる。あ、じゃあちょっとこの子のおかげで、しかも一回、いや、ただね、ラピスは結構バフしてくるから簡単に突破される可能性があるんだよね。まあ、結構ね、硬い感じはしますけどね、うん、現状だと崩せないけど、ね、あ、はい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 、いや、かなり攻撃的だな。なるほどね。まあでもね、大丈夫大丈夫、トラップ防げるから。さすが、まあまあまあ、まだ大丈夫、まだ鮮やかですね、うん、お相手願います。サクサクいきますね。いや、すげえ出てくるな。なんでこんな出てくるんですか。まだだけども、だけどこっちもね、まだ守りは高い。あ、だいぶいい感じ。いや、結構ね、やっぱ攻めなデッキだし、そのパワーをね、ソウルバーストでも上げられるから、やっぱりあんまりユニットを残しておきたくないんだよね。ブーストもすごい頻繁にされるので。ただね、このやっぱ1、2ターン目だ、特に2ターン目、何も動けなかったのが本当きついね。あれ、そうですね、あれが結構響いてる。なるほど、楽しんでる。ロッキーを出される。いや、でもね、大丈夫だ、まだまだこっちもね、ガーディアンはいっぱいいるからね、全然大丈夫だ。ガーディアン人気なんですね。勝った、どんだけ入れてるんですか。こうなる、と言ってもいいかな。やるな、あんた。ほんほんほん、向こうか、まあ、状況的には相手がガンガン攻めてきて、こっちが、まあ、守ってる状態で、ただその、この山の占い師っていうカードで、引いたカードがブーストを持ってるユニットだったら、そのブーストを1に変更できるから、それでさっきからね、こういうクーとかね、これブースト持ってるんだけどが軽いコストで出てきてるんだよね。なるほど、だからこうこんな序盤なのになんでこんなに出せるんだろうっていう。そうそうそう、ブーストをかなり使うデッキだね。こう考えてるみたいです。ただ相手もこっちのガーディアンを突破しないと本体にダメージを与えられないので、はい、まだまだね、戦えるはずだと思うよ。動いてく、まあ、ただ最初が甘かった分、後半がいいのかな。そうだね、強いカードが、うん、あー、やった、ジェスト、ね、まあいいでしょう。なるほど、あ、まあでも一生ぐらいに、ここから実はもうハンドを選択して、はい、
ね、このねラクシュミンっていうね、はい、そうカード出すと今僕メモリー5つしかないんだけど、はい、このメモリーとソウルを入れ替えるって能力持ってるんだよね。だから今メモリー5個しかないんだけどこれ出すことによって、はい、はい、どうなるか、はい、おこれもねメモリー次から8使います。でしかもカードをねメモリを増やさないでカードを引くことができるから、うん、毎ターン2枚カードを引くことができます。なんと有利ですね。でソウルも今5つあるのでここカーリー出しちゃっても、いやでもここはまだ耐えられるかな、ここはまだ耐えていこう、うん、おーそういうのもあるんですね。一気に有利に。これでしかもこのラクシミガーディアン持ってるから相手はこれを突破しないとまたダメージを与えられない。で相手はメモリーを増やさなければいけない、要はハンドが増やしづらい少し、うん、でこっちは次から毎ターン2枚ハンド増えていくからクイックで突破されるかな、まあ、突破されるけれども、うん、突破されるけれどもまだ本体には、ね、ダメージ入ってないので大丈夫です。ラッキーすごい出てくるな。ここで3枚目ですかね。そうだね、相手は2枚かな、でもまあ大丈夫、こうやってハンドが増えるでしょ、はい、そしたら、はい、これもガーディアン持ってます。どーん、あ、違う、ガーディアン、こちら、これだ、ダメだ、これ違う、間違った、これね味方にユニットがいない場合だった。私一瞬それ見えたんですよね。ごめんごめん、俺僕のプレイミスです。大丈夫大丈夫、全然大丈夫。おお、なるほど、お相手願います。うん、ただまあそんなに一つがいやなかなかちょっと欲しいもの来ないな。まあでもこっちもね、まだガーディアンは尽きないので、いっぱい使えるから。うわお、すごい並びます。そうだね、まだどんどん並べられるから。やっぱこう序盤ガーって削られましたけど、うん、ここに来て向こうも削れなくなってますね。そうだね、で俺ねすごい欲しいカードがあるんだけどそれ来てくんないのよなかなか。なるほど、うん、キーカードですね。そうそうそう、一番左のカードとかね、新しいやつ、ね、そうだね、この洞窟のジルくらいは。なるほど、おーっと一掃したって感じか。お互い盤面綺麗にした。でもこれはいいんじゃないですか。むしろこれはいいですよ。むしろこれを出して、あ、素敵、演出かっこいいよね、音楽が。あどうしようかな、いや、いいですね、やっぱ音楽が。いや、もうこれいこう、うん、お、うん、いいでしょあ、なんかここに来て最初に戻った感が。相手はとりあえず盤面一掃したけど、ここからどう攻めてくるのか、何かプランがあるのかな。ガーディアンが邪魔だっただけなのか。いやでもそれは大きいかな多分ね。でも相手のラピスにも強力なゲームチェンジャーがいるから、まあそういったところで、いやいいね、やっぱゲームチェンジャー出るとね、音楽がね、歌が、声がついて、うん、でむしろこの、ジルクライハート、こっちも出すタイミングを見計らってたので、はい、まあ場面綺麗にされたけれども、このジルクライハートを着地させたっていうところで結構有利に立てるかもしれないよ。なるほど、うん、この強力なカードですもんね。そうだね、向こうもこれね、ここタップすると、お、なんだ、あ、ガーディアンか。効果消されたけど、うん、まあ、特に、OKOKOK、 いや、来ましたか。はいはいはい、シング行きましたよ、心食いかな。あ、なんか前言ってたやつですね。そうそうそう、これで選択肢がないでしょ。はい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 、で、さらにこれ追加のターン得られるのね。おっと、追加のターンを得て、なおかつ、あ、顔が出ましたよ。はい、なおかつ、これかな、出して、さらにソウルバースト、おっとっとっと、
さあどうだ、どうだ、これは後には引けない、裏を選んで、でこの次も俺のターンだからね、俺のターン、ワンターンキルじゃないの、いけんじゃないの、この心食いと芝で当たった、ワンターンキル、よっしゃ、よっしゃ、あぶね、すごいビクトリー、ビクトリー、いや決まったねこれ、もうなんていうんですか、ウォーブレのいいとこ全部詰め込みましたよね今、大逆転劇、あぶねえ、決まったわ、坂巻さんナイスプレイ、よし、しかも綺麗に見せたいコンボを決められたからね、決めました最後、そう、決まったジルクライハートで一番重いね8コストの追加ターンを得るっていうスペルをゲットした後に、はい、もうお互いにソウルが溜まってる状態で新食いを、まあ、心気かな、ゼロコストで出して、なおかつ、マックスのソウルバーストで、12点のキャラ出して、うん、で、もう一回自分のターン、だからワンターンキル、ずっとソウルバースト使わなかった、ね、そういうことなんだよ、で、ずっと心気を待ってたんだよ俺は、もうゼロコストで出せるから、いやよかった、出てだいぶまだ残ってましたからね、うん、そうそうそう、カウント自体はちょっと挨拶してこようかな、煽りに行くのやめてもらって、坂巻さん、ラストの一戦、はい、多田さんと坂巻さん、どちらが対戦をいたしますか、やっぱり坂巻さんじゃないですか、やりましょう、いやもうね、さっきの戦いでなんかこう消耗し尽くした感もあるけど、いやいや今回もいけますよ、3戦目もね、戦っても勝って、はい、美味しいもん食べて帰りましょう、食べて帰りましょう、よし行くよ、俺デッキ変えたからね今回ね、あ、今度どんなデッキなのか楽しみですね、バトルスタート、あー、これ実はさわちゃんが使ってたデッキとちょっと似てるコンセプトのデッキなんだよね、なるほど、まあ、いわゆるアグロっていうかなり早く戦うデッキ、うんうんうん、ということは、まあ、うまく回ればかなり早い段階で、うん、そうだね、勝負が決するということですね、対する相手はシェドだね、 あでもまあまあまあ確かに私も見たカードがいっぱい、あれ、あこれはね全部変えてもいいかな、おやおや、うん、全部変えましょう、1コスト引きたかったけど、まだ後攻だ、いや先行、うん、ぜひ買っていただきたい、でも動かない、動かない、動かないから結構大きめだな、うん、さあさあさあ、からほうほう、ここはそうだね、一瞬の後に取っていってもいいかな、とりあえずこっちだね、同じのを出すと、うん、なかなかしぶといと思う、なるほど、でも長期戦になってしまう可能性もある、うん、そうだね、まあまあまあ、うん、あでかしかも回復もしていくと、そこでメモリーを選択して、そうだね、ここで今処理できるから、ここで処理していく、ほう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 、これねお互い3点ダメージプレイヤーが食らって、でなおかつ相手のユニットでこちらのこのウルゴバシュにも3点入るっていう、要はね、こっちが負けるよりも相手のライフを早く削ってしまえばいいので、こっちに入るライフはそんなに気にしなくていいんですね、なるほど、うん、どんどん攻めていこうっていう、そうそうそう、ね、ここはねメモリーかな、で OKOK、うん、してなるほど、一回私がパーリーこう自分をプレイした後なので、そうだよ ね、 よくね、でこのスペルカードはねドラゴンがいると3点ダメージ与えられるので、これでラッキーを処理しつつ、これはモンターに行って、さらにドラゴンがいるときにクイック持ってるよね、いいですね、でここでソウルバーストを使うかどうかなんだけど、まあ使ってもいいと思うかな、相手は逆にここで使わないとこのウルゴマッシュが蘇っちゃうから、相手に全体除去を使わせるっていう意味で、うーん、逆に持ってなかったらかなり勝ちにつながるので、ここも使っていきましょう、あーそういう考え方もあるんですね、見ててねみんな、犠牲にさせるためにってこと、そうだね、ただこれ残ったら残ったで勝ちますもんね、そうだね、で相手が全体除去ないとかなり持ってなかった可能性がありますね、反応していた、8コスト、なんだ、
ています。ああ、なるほどね。盤面全部破壊してっていうやつだね。ただあ、で自分のを減らす。そうだね。ここはハンドでいいでしょう。まあ、読み通りだったってことですね。一層盤面を、うん、ここ残っちゃいましたけど、ただメモリも少なくなってるからね相手は。ああ、もうこの後が動きづらいってこと。そうだね。さらに、オーバーヒート使っていこう。いきますか。多分同条件ですね。これで終わってほしい。これでさあターンエンドを引きましょう。ターンエンド、いや何か出してくるでしょう。ただ回復とかメディケーション確か3回使ったかな。であとガーディアンとか回復がなかったら勝ちだけれども、4コストで何ができるんだ、オーバーソウルじゃまだ回復ができない。パーリーは出せない。また死にだって。あーガーディアン、いや厄介だな。何がメモリー増やして、そしてやめて、痛いのかな。ほほほほ、じわじわといきます。いやでもこれでね、相手にソウル溜まっちゃったから、ねカーリーが出てきて3点回復されちゃうんだよね。なるほど、じゃあだいぶ復活されちゃいますね。誰やりゃいいんだ。うわー、しかもまたガーディアンか、うん、なるほど。これ結構厳しいな。これは、うん、あードキドキする、あードキドキする。祈ってやる、やるしかない。いや回復がほんと厳しいんだな。シェドウはね相当相性悪いんだな。ここ出していくしかないね。まだ勝てるし。あ、なるほど、全体が3だったからだいぶ減らせたか。祈ってやる。新しいやつですね。これはね、負けです。やだやだ。負けです。あ、自分で。これね、ちょっと相性悪い。これは相当。試合の総括をお願いします。いやこれはね、厳しかったですね。その要はシェドウは回復多いんですよ。回復でガーディアンがやっぱ充実してて、こっちはそのアグロで、先にライフを削りたいんだけれども、なかなかそれをさせてくれない。まあ、僕がさっき使ってたシェドウもそうだし、結局ガーディアンと回復で、さらに、まあ、こっちもね、そのうまいことを序盤から1ターン目からこう展開できなかったので、あ、でもいいとこまで行った感じありましたけどね。そうだね、抜刀したかなっていう。まあ、しょうがないです、やりましょう。いや1試合目勝ってればな、1試合目勝ってればな。しょうがないよまあまあ、お二人とも、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です、非常に楽しい試合でした。まあそうですね。ここで思い出してください。何だろう、美味しいご飯。事前にお話した通りですね、サイコロトークをお願いいたします。はい、お二人とも、はい、敗北の味は美味しいか。悲しい、しょっぱい味がする。そうだね、はい、涙の味。ではお二人どちらからサイコロをお振りになりますか。はい。早いな。鳥は嫌だっていうね。サイコロの方、このサイコロ振っていただいてよろしいでしょうか。はい、なんでこんなちっちゃい。では手前に転がしていただいてですね、その目を教えてください。はい、あれだけは嫌だ。いきます。お願いします。
で、2目は2サイコロトーク2の目はこちら、初恋の話。何その言い方、甘い甘い。いやこれ事務所 OK 出るかな。OK です。OK、 長い初恋の、ね、私初恋は、うん、幼稚園、保育園なんかね、2人好きだったんですよ。ちょっと名前も出てこないけど、うん、2人なんか割となんか細くてスラッとした男の子と、うん、まあ、ちょっと知的な感じの男の子2人で、はいはい、うん、でバレンタインになんかもうチョコレートを渡す風習が当時あったので、うん、バレンタインチョコレートを渡そう、うん、保育園でもあったんだ。ありました、うん、お母さんに近所のスーパーでチョコレートを買ってもらって、バレンタインの日に2人に渡して、うんうん、2人同時に同時なわけないでしょ。でもどうやって渡したかちょっと覚えてないんだけど、まあ、別々に渡して、戦って勝った方にあげるよっつってほら私のために戦えと最後に立ってた方が勝ちだと、うん、じゃなくて渡して、うん、でもなんかやっぱりこう多分好きですとか言わずにチョコレートだけを渡したんですけど、うん、女の子からすれば、うん、バレンタインにチョコレート渡すなんてもう告白じゃないですか。まあそうだね、まあ、さ大人になったらねもう平気なこと配りますよね、うん、なんかその私からしたら告白のつもりだったんです。ただやっぱりもう男の子ってきっとそう言ってくれないと好きだとかを、うん、そういう風に通らないみたい、ま、保育園でしょ、だって当時ね、で一人の男の子もね、ホワイトデーに飴のセット、うん、まあまあ、うん、お返ししてくれただけでも、もう一人の子はなんかハンカチ、うん、あ、ちゃんと二人とも偉いね、きっとお母様が選んだんでしょうね。あで、うん、私ももらって、あ、ありがとうで、みたいなそうか、こっちは告白のつもりだからね。あ、そうそうそう、で、うん、これは何にオッケーってことみたいなっていうのが、でそのままなんかちょっとモヤモヤしたまま卒園をし、うん、おー、まだ続く、終わりました。終わった、終わったの卒園を C で終わったの。私の初めての恋を終わりましたね。2人ともだってじゃあ OK で、じゃあまあ付き合ってくださいなのか分かんないけど、僕も好きですってなったらどういう感じに、皆さん考えてみてくださいよ、うん、僕は魚が好きだ、うん、でも牛肉も好きだ、うん、両方出てきたら両方食べるでしょう、うん、いや分かんないです、子供だから多分、うん、もうただただ好きっていう気持ちしかなくて、そう、ね、そう深く考えてなかったんですよね。そうね、付き合うとかそういうのは多分考えてなくって、うん、〇〇くんが好きだ、だからバレンタインに気持ちを伝えるんだ、うん、っていうだけだったんだと思うんですけど、事務所の先輩として、うん、魚発言、肉発言、はい、いかがなものでしょうか。いいでしょう。さすがマウス寛容だな、はい、はい、それではですね、次は坂巻さん、よ、鳥、いや、もう大鳥、よ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 、あげるんじゃないよ、ハードルを、テレレレン、テンテレレレン、テイお、5? 5番、じゃじゃん、憧れの人、憧れの人、憧れの人坂巻さんが一番信頼を寄せ、この人のようになりたいというふうにインスパイアしている方をお知らせください、うん、声優でってことですか。そうですねよく聞かれる質問ではありますけどね、あー、でもあんまり聞かれたことないかもしれない。本当ですか、うん、なんかどなたみたいになりたいですかとか、あー、そうね、質問で、うわー、俺聞かれたことないわ。本当です、結構悩むんですよね、うん、いろんなところに気を使うっていうか。そうだよね、そうなんです、あの方にも世話になってるし、この方にも世話になってるしなっていう。正直言っていいですか、はい、動画的にそのどうなのかっていうのはちょっとあるんですけど、これサカペディアに書いておきますそんなのあるのか、サカペディアに実はね、もうこの人に憧れて業界入りましたとかっていうのは実はないんですよ。なくて、ただすごく現場でね、お会いして、実際にお会いして、いろんな意味で、いや素敵だなって思った方っていうのが、男性でいうと三谷裕二さんなんですよ。まずお芝居が、僕がご一緒させてもらった現場で神がかってクレイジーだったっていうあ、もう想像を超えたお芝居をしたってことですか。そう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 、うん、わ、すごいそれっていうのと、あと、
収録の待ち時間とかでの自由奔放さ自由な方なんだ自由な方だったのね、はい、僕がこう拝見した時にはねっていうのがいやもうすごいインパクトとか衝撃を受けていやなんか素敵な方だなってで実際ねまあこうやってリアルにお会いしてもそうだし作品を見てても、まあ、あるいはこのテレビ動画を見ててもやっぱ伝わってくるのでいやこの方はすごいなっていう風に思いましたね。女性では僕やっぱりねすごいもうめちゃくちゃ尊敬してる方が、まあ、もう大変お世話になっているんですけれどもあの加藤みどりさんっていうねそうですね、はい、よく出られてますね。そうですそうです、ね、いやでも本当に加藤さんは厳しくもあり優しくもあり僕も怒られたことありますからねもう偉大なる座長っていう感じです。あしっかりとまとめて、はい、そうですそうです。なのでこの2人がこう出てきましたね。はい、もう大尊敬する方だなって思ってます。加藤さん今の坂巻さん何とも言いましたか。いいでしょうちょっと長かったけど、お二人ともいい試合でした。いやこれね最高の動画ありがとうございました。自分の恥ずかしい話の方が100倍楽だわ本当にこれ最初言ってたようにですね、うん、公式生放送チームとの対戦、はい、実現できたらいいですね。いや本当ね、実現させていただいて、はい、で勝った暁にはね、このウォーブブレインズリブートに出演というね。そうですよね公式さんが来ていただいて、うん、どのように思うのか、タイムアウトか。あいやこれからだから、これからこれから。そうですよね、先生頑張ってください煽るな、結局煽るな。なんだったんですか。ということで、今日から学ぶウォーブレ講座第1シーズン第5回エンディングとなりました。はい、第1シーズンのラストでこんなに白熱したね後になると私も思っていませんでした。もうエネルギー使っちゃったのかな。カスカスです、ね、まあね、TCG はね、こう素敵なゲームだけれどもやっぱりこう対戦していく中でね、うん、こうかなりこう血がこう湧き立つというか。そうですね、ね、熱くなります、ね、熱い感情またこう盛り上げてくれるじゃないですか。そうそうそう、あの演出とか音楽とかが、うんうん、余計にこう熱くなったなって感じはありましたし、うん、でもやっぱりね、公式生放送チームとの対戦、うん、これを目標に頑張っていきたいと思います。そうですね、まあ、そんなさあちゃんに耳寄りな情報がありまして、はい、ブームアップゲームズではですね、本番組今日から学ぶウォーブレ講座だけではなく、公認攻略サイト、うん、ウォーブブレインズナウを運営中でございます、うん、カードデータベースやデッキ投稿機能などが新たに追加されまして、まあ、ただいまね非常に盛り上がっているということでございますので。本当に出た私もレベルアップするために参考にさせてもらうわ。ああ、初心者向けの攻略記事やお役立ち機能も続々追加予定だからね。URL は動画説明文に載っているよ。皆様チャンネル登録をお忘れなくだよ。いいかな。何なんだよこの流れ、最終回だよ大丈夫、前回が一体何だったのかちょっとよく分かんないですけどね。はい、毎回入るのかな、引きずらないでほしいなそうだね、このアメリカンなね、ツアー番組のノリですけれども、はい、まあともあれね、はい、今日から学ぶウォーブレ講座第1シーズンは終了となります。はい、うん、短い間でしたがご視聴いただきありがとうございました。はい、それでは第2シーズンでお会いしましょう。これからもウォーブブレインズをよろしくお願いします。またねー。